ヒヨンビン&チャンドンゴン主演映画、昇結、メインポスター公開、強烈で圧倒的なオーラ写真イコール NEW 俳優ヒヨンビンとチャンドンゴンの新作、昇結、チョンゴルのメインポスターが公開された。配給会社であるニューは、1日午前に、昇結のメインポスターを公開した。昇結は生きたものでも死んだものでもない、ヤキがはびこる世の中、危機の挑戦に帰ってきた王子チョン、ヒヨン、ビンと挑戦を飲み込もうとする絶対役キムジャジュン、チャンドンゴンの決闘を描いたアクション大作だ。メインポスターは、韓国を代表する俳優ヒヨンビンとチャンドンゴンの圧倒的、なオーラだけではなく、強烈な演技の相乗効果を盛り込んで注目を集める。ヒヨンビンは、イチョンの象徴である長い刀剣を持ったまま強烈な眼差しを見せ、圧倒的カリスマ性を放っている。歴代級の悪役を予告したチャンドンゴンは、金龍鳳、金龍鳳、朝鮮時代の王または王世子。王世孫の制服を羽織って玉座に座り、新しい国を作ろうとする彼の巨大な野心を感じさせる。これに加えて、彼らの周りを囲んで宮殿の中まではびこる焼きたちの姿は手に汗握る緊張感を誘発し、今夜、世の中に、なかった決闘が始まる、というコピーによって、二人が披露する張り詰めた対決と強烈な決闘に対する好奇心を高める。